スシルコイララは、ネパールの政治家。2014年から2015年まで、ネパールの首相を務めた。また、2010年から2016年に重い肺炎で、亡くなるまでの間、ネパール会議派の総裁も務めた。コイララは2014年2月9日に議会により、ネパールの首相に選ばれた。また、1952年に議会に加わり、 様々な役職を経て2010年に総裁となった。コイラーラは、プラサード・コイララと、クミニジ・コイララの間に、ネパールで2番目に大きなビラート・ナガルの町で生まれた。コイララは妻を持たず、簡素な生活を送ったことで知られた。政治家一族であるコイララ家の一員として、いずれも、元首相のマートリカ・プラサード・コイララ、ギリジャー・プラサード・コイララ、ビシュエ・シュワル・プラサード・コイララは、いとこにあたる。 ヘビースモーカーであり、2006年に、絶癌、2014年6月に肺癌を患った。そして2016年2月10日12時50分に、カトマンズで肺炎のため76歳で死去した。彼の義前によると、コイララはインドで正式に、大学教育を受けたということだが、彼自身は常に自身は、非公式な教育しか受けていないと述べていた。コイララは、 ネパール会議派の社会民主主義的な考え方に共鳴して1954年に政治の道に入ったが1960年に政権が変わって以来16年間インドに政治亡命した。また1973年にはハイジャック事件に加わったとして3年間インドの刑務所に収監された。亡命中、彼は党の公式機関士であるタルンの編集を務めた。 彼は1979年から党の中央労働委員会のメンバーとなり、1996年に事務局長、1998年に副総裁に指名された。2001年、彼はシェール・バハドゥルデウバに総裁選で敗れ、2008年にはギリジャー・プラサード・コイララにより総裁代理に指名された。2010年9月22日のネパール会議派の 第12回党大会で彼は総裁に選出された。2013年のネパール政権議会選挙でネパール会議派は第1党となった。彼は議長選挙で194票中105票を集めて前首相の出馬を破り、2014年2月10日に首相に指名された。彼の首相在任期間中、政府は2015年ネパール自身への対応の遅れを 批判された。この年に歴史的な四大政党の合意も成立し、それは新憲法制定に道を開くものとなった。新憲法発行に伴い、コイララは2015年10月10日に首相を辞任した。彼は再選を目指したが、かつての連立相手であったネパール共産党統一、マルクス・レーニン主義派の KP シャルマオリに敗れた。ありがとうございます。